兄さん、うん、いわゆるあの女装的な意味での男の子っていうのは興味ありますか？これ君好きでしょ。僕は別にだって。そういうとこに住んでるじゃん。その新宿2丁目に住んでますけど、別にそういう趣味があるわけではないですよ。いっぱいいるでしょ。そこまで男の子な感じじゃないですよ。あ、そううん、あそうですか。うん。可愛くスカートとか履いてんじゃないの？もっとナチュラルな人の方がいいんじゃないですかね。<ー>女装的な人の方が少ない気がしますね。<ー>兄さんは興味あるんですか？ すごい興味ありますよ<う>ただ君ほどじゃないと思いますけど、ね、いや兄さんのすごい興味って本当にすごいじゃないですかえ？兄さんは基本あんまり性別も気にしない人なの僕ますよなんなんですか性別気にしないって,ってその辺もう可愛ければよしっていうルールな人じゃないですか <laughs> そうですかねそうでしたようんもうそれ以上やめてくださいその話いやしましたいんですよ <laughs> 兄さん昔あの梅沢富代で抜いてたって話が好きなんですよこ,こ,でこれ絶対放送できないんじゃないの <laughs> できますよ抜いてたならセーフですよ <laughs> 深夜だし。いやいや、あのね。うん、まあ、それは、まあ、じゃ、じゃ、僕の口から訂正させてもらいますけど。梅沢富美男さんのことが好きだったんだね。そんなに、当時。あの、そういうね、あの、うん、非人情なね。うん、クールな関係じゃないと思います。そんな、あの、<ー>物理的な。はい、もっと、あの、純粋に、こう、心ときめいてたんだか。可愛い,い人だなと思って。それは、いわゆる、ちゃんと男の子というか。 女装した。歌ってる時ですよ。歌ってる時の姿を見て。で、その後、あの、普段の、素の顔で出てきたでしょ。本当ね、告訴しようかと。騙された。どこの裁判所持っていけばいいんじゃなくて。で、その悔しいことにね、おっさんになってからも面白いんだよ。話すこととか。おっさんとしてもいけてるんですよ。あの、山田耕一みたいな顔でね。まあ、珍しいタイプの人ですね。 だからやっぱお化粧って恐ろしいなと思ったけど、うん、まあちょっと言ったら怒られるかもしれないけど、うん、僕の目にはね、うん、中森明菜みたたいな顔に見えたんだ、ねうん、唇がなんかちょっとエッチなねちょっと、うん、ちょっとエッチなミルキッコって感じだった <laughs> デビュー当時のとは違うと思いますけど、ねうん、そのちょっとエッチなミルキッコが化粧取ったら山田五一になるっていうね、うんうん、<laughs> いやこれは驚いたなっていうねいやまあ当然中が男性だと分かって使ってたわけですよねうん 中は男性だと分かった上で、でも、でも綺麗だからいいやっていう感じだったわけですよね。まあ、そこはちょっとね、あ,の、うん、え,あえてあの触れないようにしたいところですけどね。うん